こういうの本当やめてほしいな。広い。開くんだ。どこだこれ。ここなんでしょう。さっきあれだ、追っかけっこしたのがここのルートだったから、この上行くとさっきの、天の橋の方に行く道ですね。いや、こっちでちょっと調べたいことがあったんだよな。逃げてたから、立ち寄れなかったんですけど。あったー。来たー。 なんだろう。万葉丸。よし。いいぞいいぞ。着々とアイテムを回収している。で、この奥、もう一個。ここもなんかあるはず。ん？え？まさかまさかの何にもないってやつ？板が打ち付けられてるけど。え？ここは何か意味があるのか？こことここの、外か、もしかして。あれ？いや、うっすらなんかあるな。窓のある納戸。開かねえじゃん、でも。あ、ちゃ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 、こっちか、窓のある納戸って。あ、じゃあここ外なんだ。窓、つっても、窓自体が塞がれちゃってるけど。あれ？どこ行きゃいいんだっけ？蝶々の後を追っかけてって封印を解いたのがあそこだから、こっちから行くか。で、ここから、びっくりした。灯籠一瞬消えてましたね、今。やめてよ、そういうの。これあれかな？上行ったら今だったら違うものがなんかあったりするかな？ごめんなさい、寄り道ばっかりだな。まだいたりして。あの灰色の人。灰色の人じゃない、いや、灰色の空気を生み出す人。こんな上まで来てないよな。ああ、何か強い力で閉ざされている。カンヌキかなんかか。おお、いっぱいある、なんか。来てよかったんじゃない？ここ。ああ、フィルム。あったー。今何装備してんだっけ？お、99枚になった。そして、これはなんだ？なんだなんだ？あ、赤い表紙の日記に。お祭りの次の日に、いつきお兄ちゃんは一人で帰ってきた。黒かったおぐしは真っ白になっていた。むつきお兄ちゃんはどこに行ったんだろう。むつきお兄ちゃんがいなくなってから、いつきお兄ちゃんはあまりお話をしてくれなくなった。同じようにお優しいのだけれど、いつも悲しそうな目をしている。お祭りの日に何があったんだろう。いつきお兄ちゃんに鈴をもらった。目の弱い千歳が危ないところに近づいてもすぐわかるように。いつきお兄ちゃんは鈴の音を聞いて、いつでも来てくれるって。それに千歳が隠れて泣いていても、いつきお兄ちゃんには分かるようにって。双子と少女の写真。日記の間に古い写真が挟まっていた。
しょー。よいしょ、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 よいしょ。タイミングは随分今回は遅かったようで。よいしょ。2連続できたりとかしたらもうほんとやだよ。どうなんだろう、システム上それは、システム上とか言うとなんか冷めるんでやめようか。あ、こっちまだいけるんだ。こっちなんだ？あら。禁断の、開かずの扉？ここさっき追っかけっこしたとこですよね。ちょっと、そっち側回ってみよう。懲りずにまたホラーゲームじゃないや、ホラー映画を借りてきてるんですよね。前回は何だったっけな。1303？っていうのと、戦慄迷宮。あとは、ラビットホラーと、なんだっけな。あともう一個。あれなんだっけな。もう一個借りたやつがあったけど。あ、黒百合団地か。思い出した。あぶね。記憶から抹消されるとこだった。緑の表紙の日記に、八重とサイに会った。サイの主でいいのかな？サイの主の話では次の祭りでは彼女たちが巫女を務めるのだという。イツキとムツキのことを聞いてみたが、彼女たちは答えてくれなかった。イツキから届いた最後の手紙には、祭りの日に八重とサイを迎えに来てくれと書かれていた。イツキは八重とサイを村の外に逃がそうとしていたのではいたのだろうか。んだけゆっくり読んでも噛むっていうね。緑の表紙の日記1。日記を置いてくんだね、みんな。僕の父が商人として出入りしていた時以来、十数年ぶりになるだろうか。村の様子は昔と全く変わっていない。民族学者を志したのは、小さい時によく訪れたこの村をもっと知りたいと思ったからだ。イツキとムツキはどうしているのだろう。イツキのよこした手紙の内容が気にかかる。村で聞いて回ったところ、イツキとムツキは病死したと伝えられた。何度か手紙のやり取りをしていたが、そのような様子はなかった。イツキの家の書物を調べさせてもらった。ごめんなさい。これ、野人ってもの、野人じゃねえだろうな。火人かな。たちは隠しているが、彼は村から出る方法を探していたようだ。彼は小さい頃から祭りを恐れていた。この村から出て行ってしまったのだろうか。それともまだこの村のどこかに。もう大事な日記ってみんなも、何？読まれてもいい的な感覚なのかな。あ、そう、開かずになってたところってここですね。あ、扉になってる。で、あとはこっち側になんか落ちてたりとかしないかなっていう感じなんですよね。さっきこの中は調べたし、こっちに新しくなんか落ちてたりしないか。また向こう側行ったらめんどくさいので 向こう側には行かないんですけれども。終わった。ゼロ式フィルム2枚を手に入れた。ゼロ式は初入手？フィルムってどうやって見るんだっけ？アイテムか。あ、初入手じゃなかった。3枚も持ってた、前に。そんなもんか？押し入れの中なんかある？さっき何もなかったですよね。これ、怖いな。出たらグレーの世界が。待って、ここの扉開くようになってんのかな？ああ、壊れちゃってんだ。それは残念。ショートカットできないじゃんか。なんか、障子だ、引き、え？
なんて言おうと思ったんだろう。開け方が 開け方がいろいろありますね。なんかこの家って。引き戸だったりとか。下に戻りましょうか。下に戻るにはこっちかな。こっちですね。さて、寄り道で結構いいものをゲットしましたね。ゼロ式フィルムに、万葉がゲットしたっけな。まあ、ストーリーにかまつわるものが多かった気がしますが、どこだったか。ここの、こっちか。さっき封印されてたところだから、もう開くんですよね。なんだろう、ここ。ん？時計のある広間。え？時計のある広間？もしかしてここにと、何これ、デジャブ？まさか落ちてこないよね。落ちてたのは、向こうの家ですよね。あの、桐生家の方だよね。おっと？超震えてた。ああ、セーブポイント。安心しますね。上書き。これどうだろうな。もしかしたら、このデータ引き継ぎで2周目をやるのか。それとも前の別のデータを引き継いでやるのか、ちょっと今考え中です。もしかしたらハードモードにするのか、あの、ハードモードやったことないんですけど、直行でナイトメア行ってしまうのか、めっちゃ助けてっつってるけど。誰かいるわけではない。すげえ勢いで助けてって言われたな、今。はは、無視すんなと。あれ？なんか取れる？泣いている眉。ちょっと待って。鍵がかかってっちゃう。あ、覗く。触る？もうほんとどっちだかわかんないですよね。おお、本物だ。お姉ちゃん。いつきくんたちは儀式をした。今度は私たちも。
元の立ち位置に戻っちゃうわけ。姉ちゃん、すぐ助けるから。今度は逃げられないよ。睦月君も千歳ちゃんも許してくれない。扉には鈴の模様が刻まれた錠前がかけられている。思い出した。私たちが。お兄ちゃんを返せ。怖っ。で、すんげえ近くにいる音がするけど、あーこれさっき来たところか。あーこう繋がるんだ、なるほどね。あれ？いるのか？床下から何か物音がする。いるな。この下か。高床になった座敷の下に押し入れがある。中から鈴の音が聞こえたように思うが、